NHK 紅白歌合戦第41回 NHK 紅白歌合戦第41回 NHK 紅白歌合戦は1990年12月31日に NHK ホールで行われた通算41回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分、20時55分及び21時から23時45分に NHK で生放送された。この年は、今年の歌、21世紀に伝える歌、大晦日にふさわしい熱唱という観点が、出場者、曲目決定にあたって、重要な基準とされた。それに伴い、往年の紅白を賑わせた歌手が、数多くカムバックした。今回の主な初出場者は、上記の宮沢りえ、長渕剛のほか、この年のオリコン年間シングルチャート1位である。踊るポンポコリンを引っさげて、登場の BB クイーンズや久保田利伸、吉田栄作など、海外からは、シンディ・ローパーや、ポール・サイモンなどの大物も含めて、計19組。これは、紅白では、翌年の第42回に次いで2番目に多い初出場歌、手数である。今回の出場者数、紅白、各29組は、第54回に、各31組の出場者が選考されるまで、紅白最多出場者数記録となっていた。しかし、当初の企画段階では、これよりもさらに2、3組の上積みを予定しており、その枠には、海外の大物アーティストを起用する方針であったという。事実、12月6日に出場者の発表が行われた際にも、赤組29組、白組27組の出場歌手をまず発表した上で、今年は31組ずつの歌手を選ぶ方針で、人選を進めているため、残りの数組についてはまた交渉がまとまり次第よって発表をするという異例の声明が出されている。しかし、当初出場を念頭に交渉に当たっていたビリー・ジョエルやジュリー・アンドリュースらからは、スケジュールが取れないという理由で、ことごとくオファーを固辞されてしまい、結局は予定よりも2組少ない紅白、各29組ずつとなり、残りの白組の2枠については、唯一大物アーティストの中で出演 OK の返事が来た、ポール・サイモンとアメリカの黒人ソウルシンガー、アリスン・ウィリアムスとのセットで国内の歌手から久保田利伸を選出、そして両者を NHK ホールではなく、アメリカからの衛星中継で出演させる形で決着が図られた。最終的に出場者が全決定したのは12月19日のことだった。特別ゲストとしてフランク・シナトラとの出演交渉を行ったが、結局シナトラとの交渉は暗礁に乗り上げ、出演はならなかった。週刊読売によると、ウィンクは落選。松田聖子は自ら辞退宣言をしたが、実際は NHK 自身オファーするつもりはなかったという。近藤真彦も落選。中森明菜は候補には入っていたものの辞退。松任谷由実は出演拒否。島倉千代子もオファーしたが、卒業しましたと辞退。男組は同じくジャニーズ事務所所属の忍者と入れ替わる形で不出場となった。冠二郎は2年連続で次点となり落選。ちなみに、玉も辞退を考えていたが、レコード会社の人間から必死に止められたため、出演している。西田敏行の次の出場は、第62回まで待つこととなる。合田道人、紅白歌合戦の真実、292ページ。合田、紅白歌合戦の真実、293ページ。三田も、大河ドラマの主演経験者であり、史上初の、大河ドラマ主演経験者同士の両組司会となった。ABC 長渕剛13年ぶり、紅白出場へ、スポニチアネックス、2003年11月26日。合田、紅白歌合戦の真実、293ページ。紅白歌手別視聴率、40% 超えは嵐ら3組だけに、前回は31組、スポーツ報知。2020年1月7日6時0分。アメリカ合衆国、ニューヨークワシントンスクエアより中継、ドイツベルリンフランス聖堂より中継、東京都港区芝浦より中継。SOS、渚のシンドバッド、ウォンテッド、2年目のジンクスのメドレー、スーダラ節、無責任一代男、ドントセツ、黙って、俺について来い、はいそれまでよの、メドレーハット AB ブラジルサンパウロオリンピア劇場、より中継。韓国、ソウルロッテワールドより中継。ドイツベルリンからの映像。アメリカ合衆国、ニューヨークからの映像。読売新聞1990年12月7日付、東京夕刊、13ページ。AB、読売新聞1990年12月20日付、東京夕刊、11ページ。朝日新聞1990年12月20日付朝刊、30ページ。毎日新聞1990年12月20日付、東京朝刊、26ページ。週刊読売1990年12月23日号、199ページ。ABCDEFG、週刊読売1990年12月23日号、201ページ。ただし、この間西田は第58回でナレーションとして出演している。ありがとうございます。